こんにちは。今回はサプリ相談室を開講していきたいと思います。この企画ですね、高校生が寄せられた悩みに対してサプリメンバー答えていくというですね、高校生なら誰もが一度は悩んだことがあるという悩みについてお答えしていくことになりますので、今回ね、慶応の中川さん来ていただいてます。たくさん悩み答えていきましょう。はい、よろしくお願いします。合格サプリからアプリが登場、頑張る高校生をモチベートします。じゃ、まず一つ目のお悩み、第一志望を決める際に鍵となったことは何ですかと。なるほどね、これも多いですよね。そうですね、決める際にポイントなんだって悩みますもんね。はい、じゃあ中川さんは現役浪人？浪人なんです。浪人、なるほど、はい、じゃあ現役の時と浪人の時、それぞれ悩んだ感じですかね。はい、はい、実際きっかけとなったことも違うので、2つに分けてお話ししていこうかなと思います。まず現役時なんですけど、皆さんもそうだと思うんですけど、行きたいところに行ってやるっていう気持ちが大きくてですね、学校のブランド力でしたり、やりたいことができる学部であるかであったり、そういうところを重視してました。はい、実際私現役の時、筑波大学の心理学部が第一志望だったんですけど、なんでかっていうと、オープンキャンパスに行った時にキャンパスも広くて魅力的に感じたり、あと筑波の看板の学部が心理学だったので、すごい憧れだなっていうのと、で、はい、やはり国公立だったので、もう国公立かっこいいっていう感じで、そうですね、ありますね、はい、そんな感じで第一志望にしてました。はい、なるほど。じゃ、結構知名度であったり、まあ、そういう、ね、まあ、国公立であるかどうか、はい、心理学が看板なのか、はい、決めてました、ね、はい、はい、そこから、まあ、浪人して、浪人はどんな感じだったんですか。はい、浪人の時は、行ってやるぞっていうよりかは、あと1年しかないっていう、もうリミットがあったので、受かる可能性のある学校を選ぶっていうのをしてました。だいぶちょっと現実主義。そうなんですよね、はい、はい、なんですけど、憧れっていうところとか、やりたい分野があるっていうところもちゃんと見てたんですけど、それ以上に過去問が自分に合った問題かっていうのとか、ちゃんと得意科目を生かして受験できる学校だったりっていうのを見てました。なるほど。実際私は浪人時は大阪大学の人間科学部っていうところが第一志望だったんですけど、そこは私の苦手な社会科が二次試験になかったりだとか、英語の問題が今はあるかわからないんですけど、当時英作文の問題出てたんですけど、解きやすくて自分が得意だったので選びました。結構体験とか対策って後回しにされがちなんですけど、合否めちゃめちゃ重要ですよね。本当そうなんですよ。ただ最初からそこから大学選びってできないんで難しいですよね。いろいろ対策していって、あ、ここ解きやすいんだとか分かりますよね。そうですね、いくつかの大学に絞って、過去問を見てってから第一志望を決めてもいいかもしれないですね。いや、本当そうですね、配点とかマジで重要ですからね、はい、確かに浪人は現実を、はい、現実主義で、はい、選びました。はい、はい、分かりました。まあ、本当に今中川さん言っていただいた通りの選び方でいいのかなと思うんですけど、やりたいことが決まってる子ってすぐ決まると思うんですよ、志望校って。ただ決まってない子ってなんとなく決めてる子が多いと思うので、まあ、僕はまず情報を取りに行った方がいいかなと思います。今のやっぱ YouTube とかいろんな情報を取れるメディアってあると思うので、情報を手に入れて、そこから自分の中で取捨選択していく、 2,3 ヶ月で決めようとか、毎日例えば大学の動画をね YouTube で検索していくとか、そういうのを長期的に見て決めていくのが僕は重要かなと思います。情報がないとね、マジで損するのが今の現代社会なんで、僕は情報を取りに行った方がいいかなと思います。じゃあ次ですね、次はなんと数学に関する質問です、はい、いや、これもあるあるなんですけども、数学の模試で結果が安定しません、基礎ができていないのかなと思っていますが、この先数学をどう勉強すればいいか分かりません、おすすめの勉強を教えてほしいですということで、こちら国公立志望だった、そうです、はい、中川さんちょっと教えてもらえますか。はい、そうですね、私は現役も浪人も国公立志望で文系数学をやってきた、夏にやってたんですね、判断そうですね、はい、やってましたね、私も結構数学に関しては結構悩まされたっていう感じだったんですけど、まずは自分がどこでつまずいているのかをしっかり確認することが大事かなって思います、はい、数学いろんな分野あると思うんですけど、どの分野が弱くてどの分野が解けているのかっていうのをまず模試の結果をもとに把握するのと、あと数学って間違い方っていろいろあると思うんですけど、例えば計算ミスだったり、途中までは解けるけどここから先がわからないとかだったり、問題見た瞬間もうお手上げみたいな問題いろいろあると思うんですけど、自分がどういう間違い方をしているのかを分析することによって次の勉強につながっていくのかなって思います、ですよね、重要ですよね、はい、自分の弱い分野が把握できたら、まず教科書に戻ることが大切だと思います、模試の勉強だから結構応用問題やりたいっていう受験生多いと思うんですけど、基礎が分かってないともう始まらないので、そこは謙虚になって一から教科書を見直すっていう勉強法が手っ取り早いのかなって思います、単元ごとに、ね、しっかり基礎まで立ち戻る重要ですよね、はい、逆に苦手分野だけじゃなくて、まあ、得意分野も把握しておいてほしくて、っていうのは苦手分野だけたまにあると数学嫌いになってしまって
諦める道になってしまうと思うんですけど、自分ここだったら解けるって分野を把握しといて、うん、その分野は応用問題とか過去問にチャレンジしてみるっていうのもありなんじゃないかなって思います、うん、そこで得点できるだいぶメンタル安定しますね。そうですよね、はい、はい、低分野が重要ですね。はい、あと共通テストでは最後に選択問題があると思うんですけど、うん、そこでどの分野を選択するかって決めとくと悩まずに済むのでいいんじゃないかなって思うんですけど、私は3つ中2つを決めてたんですけど、うん、その年の共通テストが自分が選んだ分野が非常に難しかったっていうのがあって、なんかしたんだね、はい、で他の分野を選んだ人は成功してたみたいなのがあったので、最終的には3分野とも得意とまではいかないですけど、受験レベルまで持っていけるのが理想なのかなっていうのは思います。いやこれ難しいですよね、出題ガチャですもんね、はい、本当にそこは当日柔軟に対応することも必要ですね、うん、はい、そうですね、はい、あらゆる事態を想定してほしいなと思います、うんうん、模試で結果出ませんって人めっちゃ多いと思うんですよ、初見のまま解けませんとか、うん、これは例えば数学の教科書だったり問題集1冊やって、その後1問目ですぐ初見のまま解ける人と5問とか10問ぐらいやらないと解けない人がいると思うんですよ、うんうん、これ数学的センスだったり、はい、好きかどうかとかもあると思うんですけど、うんうん、なので自分は初見で解けるのか、それとも5問ぐらいね類題やらないと解けないのか、これは自分自身を知っていないと数学のできないみたいになっちゃうと思うんでね、数学のセンスね、僕みたいにない人はちょっとたくさんね類題解いたりっていうのは結構重要かなと思います、はい、もしはなかなかねすぐ点数取れないんで、かなり基礎をしっかりやって、その後練習問題もやってからできるっていうことを意識してほしいなと思います。じゃあ先ほどの数学の質問に続くんですけども、実際に高校3年間どのような数学の学習をしていたのか、一例とあとおすすめの勉強を教えてくださいというところ、これもね、中川さんお願いします。はい、学年別に話していきたいと思います、うん、はい、お願いします。ここ1年生は新しく習う分野が多いと思うので、うん、まずは授業をしっかり聞いて復習をしっかりすることが重要だと思います、うん、ですね、はい、予習は私あんまりしてなくて、うん、っていうのは新しく学ぶことってやっぱ難しいので、うん、予習するってなると結構時間かかっちゃうし、うん、効率が悪い気がしたので、うんうん、私は復習重視でやってました、うん、復習の方が効率はいいですよね。そうですね、うん、あとは学校の定期テストの勉強をしっかりやっていれば、うん、基礎の力は自然とつくはずなので、うん、模試で基礎問題を落とさないようにするためには、まずは定期テストの勉強をするのが一番手っ取り早いかなっていうのは思います、うん、次2年生なんですけど、うん、はい、2年生ちょっと難しいのが、うん、新しく習う分野と1年生の時に習った分野を忘れちゃいけないっていうのがちょっと難しくてですね、うん、そうですね、数学も多いですからね、はい、新しく習うところは1年生と同じで復習重視でやっていってほしいって感じなんですけど、うん、1年生に習った分野に関しましては基礎は1年生の時に多分身についていると思うので、うん、教科書の章末問題だったりとか、うん、問題集のステップ B ちょっと多いよみたいな分野の問題にチャレンジしていくことが重要なのかなっていうのは思います、うん、そうすることで結構受験とか模試でよく狙われる典型的な応用問題とかあると思うんですけど、うんうんうん、そういう問題を落とさなくすることができるので、うん、おすすめですね、うん、確かに。次3年生なんですけど、はい、3年生は結構もう文系数学だと新しく習う分野とか少なくなってくると思うので、うん、復習がメインだと思うんですけど、はい、もうとにかく問題集を回すって感じで、この時点でちょっと基礎ができてないと効率が悪くなってしまうので、うん、基礎は 1,2 年生の時にやってもらって、うん、3年生は応用問題を中心に問題書を使ってやる感じですね、うんうん、あともう一個重要なのが、はい、1,2 年生の時に受けた模試があると思うんですけど、うんうんうん、それの解き直しがすごく大事で、おー、なるほどね、模試終わったから捨てちゃおうじゃなくてちゃんとそれは取っといてもらって、はい、問題集をやった成果が出てれば 1,2 年生の時の自分ができなかった問題が多分できてると思うので、うんうん、解き直しをすることで自分が成長してるっていうのをしっかり確認していただければなと思います、うん、なるほどですね。僕も高校2年生の時、高1の内容と高2でこれから学んでいく内容で数学板挟みで、そこで僕挫折しました、うん、そうですよね、うん、完全に。だから数学ってやっぱその単元を復習していかないとどんどん溜まっていくんで、そうで忘れちゃうしって感じで、そうもう溜まったら最後四分一みたいな感じで、うん、そう本当にここ注意ですよね、はい、はい、というわけで今回サプリ相談室やってまいりました。あるあるのね進路と数学に関する質問だったんですけども、みんなが迷っているところだと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。他にも相談がある方はコメントお待ちしております。皆さんチャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。キャリサポでは一次試験対策はもちろん、あなたの個性に合った面接対策を実施しております。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。